これは偽物の警告からサブスクリプション契約の有料アプリへ誘導する手口です。サイトによっては警告音が流れる場合もあり、さらに不安を煽ります。警告画面が表示されてもページを閉じるだけで問題ありません。Android の場合も同様です。警告画面が表示されても指示に従わないように注意しましょう。契約した場合の対処は以下の2つです。インストールしたアプリの削除。ほとんどのスマートフォンはアプリのアイコンを長押しすると削除メニューが表示されます。削除またはアンインストールを選択しましょう。Android の場合も同様です。サブスクリプションの解約。アプリを削除したら次はサブスクリプションの解約です。 iPhone の場合、アプリを削除するとサブスクリプションの確認メッセージが表示されることがあります。アプリを選択し、サブスクリプションを解約します。これで OK。 無料期間中の解約であれば、料金は発生しません。アプリを削除済みでも、設定からサブスクリプションの解約が可能です。Android の場合も同様です。操作方法についてはスマホの OS や機種により異なる場合があります。スマホの操作に関する不明点は携帯電話会社へご相談ください。安心相談窓口だよりでは他にも様々な手口を紹介しています。動画説明欄のリンクからご覧いただけると幸いです。